私衆議院議員じゃなくてよかったな思うことが一つあります。必ず夏に選挙があるのが参議院選挙なんですよ。あの寒い選挙をやんなくていい。ただ夏の選挙は暑いです。見るからにみすぼらしい体かもしれません。ですけど腹がでかいだけが政治家じゃないんですよ。見た目よりは頑張り屋ですから皆さん、ぜひとも応援をしていただきたいと思っております。今少しずつ経済の明るさが見えてきました。あのバブル崩壊以降20年なかったぐらいいろんな経済の値が回復を見せているんです。ただ先ほど谷垣大臣もおっしゃいました、これから本当にこの経済、日本経済が復活するかどうか、これはアベノミクスの鍵、第三の矢、すなわち成長戦略を実施できるかどうかにあります。この日本、人口が減少していく、そういう中で国際競争も激しい、しっかりとした新しい産業を作って、新しい雇用を作っていけるか、これが問われているところであります。私は外科医、同時に医学研究の上でも頑張ってまいりました。先ほど木川田先生からちょっとご紹介いただきました大学発ベンチャー、これをやりまして実際に再生医療の研究も外科手術の傍らでやってきたんです。 iPS 細胞、私の長年の友人である山中伸弥先生、これを発明しました。あの技術は体の皮膚の細胞を iPS からどの人間の臓器にも変えられるという画期的な技術です。私は消化器の外科医、がんの患者さんを切り刻んできました。ですけれども私には肝臓の肝硬変、肝臓の全体が硬くなって機能を失ってしまう病気、あの病気には私には治すことができない。なぜかというと悪くなった肝臓を全部取ってしまうと人間は生きていけないんです。肝臓は1個しかありませんから。ですから肝硬変に対するただ一つの治療法は臓器移植なんです。この日本でも肝臓の移植はできるようになりました。ただ提供者の数がとても少ない。ですから今肝臓移植を実際に日本で受けることができるのは100人待っている患者さんがいて1人もいないんです。残りの99人以上は亡くなってしまうんです。そういう患者さんに対して皮膚の細胞を持ってきて iPS を貸して、それして肝臓の細胞にあげて変えて自分に戻してあげる、この治療は画期的な治療法になるんです。しかも自分の細胞を使ってるんですね。臓器移植みたいに人の細胞を使っ臓器を使ってない。だから拒絶反応もないんですよ。この iPS の技術、ぜひ皆様、日本人の皆様の健康はもちろんのこと、世界の皆さんの健康にも使っていき、製品をどんどん輸出していく、そして持ってきた財源で私はこの日本の社会保障をしっかり支えていきたいと思います。このようなアベノミクスの一番の重要点である成長戦略、これをしっかりやって経済を支えていくとともに、もう一つ重要な課題が日本の社会保障なんです。これから高齢化が進んでいく、そうすると社会保障費は年々1兆円ずつ上がっています。その大部分、これから需要と費用が伸びてくるのは医療と介護なんです。高齢化が進んでいくと皆さんが病気や病気になったり介護を受けたり、こういう可能性が高くなるからなんです。ですけど皆さん、皆さんが長寿長生きをされても病気にならなかったり介護に行けない、元気なままずっと言っていただければ皆さんも幸せだし、私ども国会も国の方も幸せなんです。ですからこれからは皆さんが健康なまま年を取れる、すなわちワクチンを開発する、さらには予防医学の推進をやっていく、そしていろんなですね、食事の科学、これも進んでます。そういうことで病気にならない、そういう体になっていただく、それとともに万が一病気になってもいち早く見つけて治してしまう検診システムをさらに重視していく。私はプロの医者でございます。どんなにですね、皆さんが治れ治れって言ったって口で言ったって治んない、やっぱりプロの目でしっかりとこの体制を作り上げていきたいと思っております。同時にこのことでもう一つ考えないといけない問題があります。これが我々が今使っている終末期医療のお金の話なんです。
私は多くの患者さんの命を救って元気になって病院から帰っていただきました。同時に数百人に上る患者さんを見送ってきました。いつも人工呼吸器をつけたり、あるいは点滴をつける、そういう治療法をしざるを得ない、こういう終末期の今現状なんです。もちろんこういう方行きたい、こういう方々にはもちろんそれでもいいかもしれません。ただずっと治る見込みもない、そういう病気なのに頑張れ頑張れって言って人工呼吸器までつけられて、あれは本当に頑張って生きてきた人の尊厳ある終わり方なんでしょうか。私はずっと疑問に思っておりました。同時に私どもの高齢者医療を見てみますと、実は亡くなってしまった患者さんに使っている費用は社会に復帰できた方々に使っている費用よりも多いんです。もちろんお金の切れ目が命の切れ目、こんなことじゃいけないと思っています。ただ私は見通ってきた患者さんを見ていると、彼らがこの話に直視しろ、もうタブーではいられない、こういうふうに私に命じてまいります。どう亡くなっていくか、これはどう生きるかと表裏一体の問題なんです。ぜひ国民の皆様とお話し合いをして、医療の立場から、また皆様の立場から、患者さんの立場からご意見いただいて、看取りの医療の法制化頑張って進めていきたい、このように思っております。もう一つ、今これからこの国はやっぱり子どもたちが担っていきます。今国際化の時代、子どもたちしっかり英語教育をやっていく、そして理数系教育を強化していく、大変国際時代において能力の高い子たちを作っていくことが最終的にはこの国を豊かにします。ですから私は安倍政権のもと、しっかりとさらなる教育改革を進めていきたいと思っています。今あのバブル崩壊以降、20年ぶりに景気の明るさが見えてきました。20年間日本は暗い暗いトンネルの中にいたんです。私には3人子供がいます。一番上は19歳、私の子供3人はその暗いトンネルの中で過ごしてきました。だから日本ってもうダメなんでしょ、抜かされちゃった国なんでしょ、私たちがどんなに努力したってダメなんでしょ、そういう価値観で過ごしてきちゃったんですよ。やっぱりね、子供たちが夢を持って頑張る、そういう国じゃなきゃダメです。我々も皆さんも夢を持って頑張っていって、そして明日を今日より良くしよう、そう思って今まで頑張ってきました。ところが20年前から不安と閉塞感に満ちた、そういう日々を送ることになっちゃったんです。あの頃の日本だからできたんじゃないんですよ。他の先進国はこの20なんですってちゃんと経済成長を支えてきたんです。日本だけが変な病気になっちゃったんですよ。今ようやくここで経済復活、病気が治る兆しが出てきました。これを本当に今回復へ向けていけるかどうか、これがアベノミクスの成長戦略、これを実現できるかどうか、ここにかかってるんです。それを阻っているのがこのねじれ国会であります。我々がこの参議院選挙にかけた思い、それは我々が自信と誇りを持って仕事をしていて、子どもたちが夢を持って頑張ってきた、ちょっと前に我々自身が経験してきたあの日本を取り戻そう、これが我々がこの参議院選挙にかけた思いなんです。どうか今は自由民主党にお力をお借りしたいんです。健康と科学でこの日本を元気にするんだ、これが私の政治活動の原点でございます。今まで医療と法律の現場で培ってきた知識と、そして経験と情熱の全てを私は注ぎ込んで絶対に頑張ります。どうか最後まで自由民主党公認古川俊治、最後までどうかお伝えいただけますように心の底からお願いを申し上げます。本日ありがとうございました。古川俊治高校、ありがとうございます。